あみにこんにちはパナソニックは全ての蛍光ランプの生産を2027年9月末までに終了すると発表しました本日はこの件と私の感想をお伝えしますまず最初にパナソニックのニュースリリースを見ていきますこちらがですねパナソニックのニュースサイトになります蛍光灯の生産を2027年9月までに終了 一体型 LED ベースライト ID シリーズをモデルチェンジ CO2 実質ゼロを実現した新潟工場で生産能力を拡大パナソニック株式会社のエレトリックスワーク社は蛍光灯の生産を2021年9月末までに終了します生産終了日の1年前に生産数量の見極めを行い計画的な生産を行っていきます 今後は一体型 LED ベースライト ID シリーズなどを生産している新潟工場の生産能力増強などにより LED 化の提案を加速します。当社は1951年に蛍光ランプの販売を開始し、最盛期には年間1億本を超える生産を行ってきました。昨今ではより省エネ性能が高い LED 照明への切り替え提案を進めており、2019年3月末に蛍光ランプ対応の照明器具の生産を終了しました。 その後も蛍光ランプが必要な方への製品供給に努めながらも需要減少に伴い製品ラインナップを徐々に縮小してきました。そしてこの度2023年11月の水銀に関する水俣条約第5回定約国会議で全ての一般照明用蛍光ランプの製造輸入禁止が2027年末までに決定されたことに伴い今回の生産終了を決定しました。 今回生産終了を決定した品種は、事務所などの施設の証明として広く用いられてきた直感蛍光ランプ、散波長径、天井埋め込み照明などに用いられてきたツイン蛍光ランプ、コンパクト型蛍光ランプ、自宅のシーリングライトなどに用いられてきた丸型蛍光ランプなので、生産終了時期は以下の通りです。なお、一般的に直感蛍光ランプとツイン蛍光ランプ、コンパクト型蛍光ランプを LED 化する場合は、 電気工工事事の有者による工事が必要です。こちらが生産終了スケジュールですね。直管蛍光ランプ3波長径と丸型蛍光ランプ点灯管は2027年9月末ですね。そしてツイン蛍光ランプコンパクト型蛍光ランプは2026年9月末となっています。そして今後はより環境に配慮した LED 照明を 迅速に普及するため当社 LED 照明の主力製品である一体型 LED ベースライト ID シリーズを原料の再生材比率や施工性を高め2025年1月にモデルチェンジしますとなっています以上ですいかがでしたでしょうか LED 照明が比較的安い値段で購入できるようになり普及してきました そして蛍光灯は次第に生産されなくなってきましたが、とうとうパノソニックが蛍光灯の生産から撤退します。将来蛍光灯はほとんどの会社で作られないと思われます。その理由は蛍光灯のエネルギー効率の悪さ、水銀による環境問題、LED 普及で需要低迷などです。ですので蛍光灯は今後使われなくなっていくでしょうね。個人的には蛍光灯の明かりは結構好きなので残念です。今回の動画はこれで終わりです。 ご視聴ありがとうございました。